どうも菅大地です。本日は横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。2階打席右側にグループレンジという新しいエリアがオープンしております。ご興味ある方はぜひ遊びに来てくださいということで、今日はドライバーを打っていきたいと思いますが、以前にですね QI10 買いました打ちましたという動画を出しましたが、早速今年初の試合でも投入したのがノーマルの QI10、 そしてベンタス TR ブルー 6X、 こちらのスペックで臨みました。これはですね、カチャカチャでローワーというマイナス2度のポジションかな、そこに入れて打ちました。そうすることでちょっとスピンが多いなと思ってたのが、ローワーにしたことでロフトを立てたことでスピンが減ってちょうどいい感じで今打っておりますということなんですが、今回ですねこの QI10LS ジアタス V25X、 このね組み合わせは稲見萌寧選手もねこのジアタス V2 と LS で開幕戦を迎えているのかなという情報です。なんとなく LS の方がやっぱり飛ぶ気がするんで、今回このちょっと QI10 なのか QI10LS なのかジアタス V2 なのかベンタス TR ブルーなのかというちょっとどっちの本当に組み合わせなのかという、今打ってる感じいろいろねカチャカチャをしたところ、この QI10LS いいんじゃないかと思ってるところなんですけど、ちょっとトラックマンでね、見ながら個人的なドライバーちょっと選びにお付き合いいただければと思います。早速いきたいと思います。このローワーでセッティングした QI10 ベンタス TR ブルー 6X、 あの鉄塔くらいかな、鉄塔くらいからちょっとフェードしたらいいなみたいな、でも塔に当たったら右からドローになるよっていう感じなんですけど、これはほんのりフェードっていう感じで、画面ログはするの忘れてました。今ので2056回転という感じ、これをスタンダードにすると2400、500がいい当たりって感じなんですかね、どうなんですかね。これはね2000後半いってますね、だいぶ3000回転くらいいったから3300回転。全然弾道が違う。で、あの弾道もね、好きなんですけど、ただやっぱスピン入ってるなと、今本当にいい当たりして2359なんで、本当にあのメーカーさんの発表通り、プラス300、マイナス300のスピン量じゃないかと言われてる、本当に発表通りですね、これは。本当にちょうどこのローワーとスタンダードの差が300回転っていう。で、当たりが悪いときは300回転以上差が開きますね。もう一回ローワーに戻しております。当たり悪くても2500回転くらいで済んでるはずなので。捕まった！これ2000回転か、1900、あ、違う、2倍出た。2200回転くらいですね、これはね。2倍の数字が出ました。トーショット、塔に当たるとああいう弾道になります。これちょっとスピンね入った感じでしたね、下目に当たったんでね。2900、ドヨーンって感じのロースピンボールって感じなんですが、ノーマルの QI10 の方が LS に比べるとちょっと球が左右のばらつきが少ないのかなという印象で使っております。当たり方次第ですけど、スピンがローワーにするだけでロフトが2度立ってだいぶ減ると。で、これ QI10LS ジアタス V25X、 これで今スタンダードで打っています。スタンダードちょい右行くなっていうのがこのスタンダードで打った時の印象なんですよね。上がる、飛んでる感じはねこの感じなんですけどね。で、やっぱりフェード打ちたいんですけど、ちょっとこう右出てきそうなんで、こう捕まえちゃう感じがねあって、でこういう1600回転700回転になると
ちょっと左に行くミス出やすいよねってなってくるんで、自分が思ったのはちょっとハイヤーにするロフトアップで、このスリーブはですねハイヤーでロフトプラス 1.5 度なんですけど、さっき試してみてよかったのはハイヤーのちょっと左、1回ハイヤーにしてみましょうか。一回来角フェースクローズの度合いが変わるのかな。このハイヤーでフェースクローズが3度から4度くらいだったはずです。なのでこう構えた瞬間にわちょっと左向いたなってなるんですけど、フェードとしては左出したいんでナチュラルにフェードのアドレスになりやすいかなっていう感じ。ストレートドローって感じ。こっちの方がなんか球叩きやすくなるんですよね、このアングルの方が。でスピンもちょうどいいっていう感じなんで、ちょっと振り遅れましたが、右ペーンっていうこう右ファーっていうのがフェースクローズの分やっぱりちょっと抑えられてる。で右行っても2700回転なんで、吹き上がることは LS の方はほぼないかなという感じです。でノーマルの方もフェースじゃなくてロフトを減らしてると吹き上がるというミスはほぼないかなという感じ。いい感じ、うん、ちょうどいいスピン量で、これねハイヤー、ノーマルハイヤー、ハイヤーにしたからといってすごい球上がるかというとそうじゃない感じなんですけどね。プラス 1.5 度なんで一応表記上は 10.5 度ということになってるかもしれない。リアルロフトというのがねありますからね、表記上9度と書いてあっても実際のロフトはその表示と違うことの方が多い印象です。この書いてあるロフト通りじゃない可能性が高いです。これ僕のあくまで個人的なあの工房のね時働いてた時の印象なんですけど、リアルロフトっていうのはちょっと表示とちょっと違う。これハイヤーの1個左、これがね一番好きだなって思ったんですよ、いろいろ打ってる中で。数字も一番良かった、これ2700回、もうちょっと少なかったら最高ですけど。決まりですね、決まりました。2球連続一番気持ちいい球、打ちたい球が出たんでこれ決まりました。これはスピン量も2700回転今800回転ということで、このくらいのスピンならやっぱ左来ないはずなんで、左ビヨン来ないはず。スピン少なくなると左ビヨン来るんですけど、これを使わなかった理由の一つに、さっき球散らばるって言ったんですけど、コースで使った時にやっぱりちょっと左のミスがちょっとなんですけどね、ほんのちょっと入ってたんですよね。なんか打感は心なしか QI10LS の方が僕は柔らかい気がします。音もちょっと気持ち高い、ちょっとだけ打感が高い音っぽいんですけど、打感はすごく柔らかく感じる。あれくらいならいいでしょ、あれくらいなら。低めのフェードを打ちたい、ロフトアップしてますけど、イメージはちょっと球を抑えて、今こう遠寄りに当たってドローしましたけど、こう当て方の、当て方のイメージはあまりこうアッパーって感じじゃなくて、この抑えて打つっていうイメージです。これはちょっと来週の試合はこのセッティングでいこう。めちゃくちゃいいです、文句なし。これでちゃんとティーチングプロ選手権の予選をちゃんと通ろう。今年で11年目なのか10年目なのか、ちょっと回数がうろ覚えですけど、これ10年くらい連続でこの最初の一次予選をなんとか通過してるんで、危なげなく通りたいです。今年もハラハラドキドキすることなく、このドライバーショットで通れるんじゃないでしょうか。靴もめっちゃいいですから、これ満振りしてもブレない、スピードが出るしブレない。スピード出るんで、
沖縄オープンでも早速これで履いてって、最初の一ホール目こそ本当へなくちょこみたいなね、隣のホール飛んでたんですけど、打ち上げのね、前半打ち上げのパー5があるんですけど、そこまちょっとフォローもあったんですけど、530ヤードくらいセカンド打ち上げでもう6番アイアンで行きましたからね。もうマントビーって同伴者のプロに言われました。それマントビーって言われました。さあということで、いろいろお付き合いいただきましてありがとうございます。1回 LS にしようということが決まりました。でもちょっとちっちゃったってなったらすぐこっちに戻ってきます。でシャフトの組み合わせはどっちもいいんですよ。ノーマルの QI10 にジアタス V2 入れた時もやっぱりすごい相性いいし、ベンタス CR ブルー 6X をLS に入れた時もすごい相性よくて、この2本はちょっとどっちつかずっていう今感じなんですけど、TR ブルーベンタスの方がちょっとスピン量を減らす効果が僕はあると思ってるんで、こっちもねめちゃくちゃいい球出てくれるんで、こうおつつけがたいということですが、今回の4月初めの試合はちょっと QI10LS ジアタス V25X の組み合わせで行くことは決定いたしました。結果の方どうなってるのかちょっとご報告させていただきますので、チェックしていただければと思います。ありがとうございました。